デルビー・ディ・シチリア、または、シチリア・ダービーは、イタリアのシチリア島に、本拠地を置く、サッカークラブ、カルチョ・カターニアと、US ・チッタ・ディ・パレルモが対戦する、ローカル・ダービーのことである。2006年9月、パレルモ・カターニア戦のパレルモサポーター島の北岸に位置するパレルモは、ティレニア海に面し、人口67万人を有するシチリア島、第一の都市である。 島の東岸に位置するカターニアは、イオニア海に面し、人口30万人を有するシチリア島、第2の都市である。カターニアとパレルモの両クラブは異なるディビジョンに在籍することが多く、リーグ戦での対戦は約60回に止まっている。両者は、新前大会やプレシーズンマッチで顔を合わせることもある。 リーグ戦での初のダービーは1936年11月1日にパレルモで行われ、セリエ b の試合は1から1の引き分けに終わった。セリエ A での初のダービーは1961年9月17日にカターニアで行われ、やはり0から0の引き分けであった。2006から07シーズン、2007年2月2日に、 カターニアのスタディオ・アンジェロ・マッシミーノで行われたダービーでは暴動が発生し警官一人が死亡して100人以上の負傷者が出た。この事件後、イタリアサッカー連盟のルカ・パンカリ会長はすぐにイタリア国内のサッカーイベント全ての延期を決定した。2007年12月2日にカターニアで行われたダービーではカターニアがセリエ A の舞台で初めてパレルモに勝利した。 2007から08シーズン以降のダービーでは、アウェーサポーターの入場が禁止されたが、2010から11シーズン、2010年11月14日に、パレルモノスタディオレンツオ・バルベラで行われたダービーで3年半ぶりに、アウェーサポーターの入場が認められた。カターニアには、カルチョ・カターニア以外に、アトレティコ・カターニアというクラブもあり、1990年代後半に、 セリエ C1 に在籍した。パレルモとアトレティコカターニアの対戦も、抗議のデルビー・ディシチリアであり、5シーズンで、計10回対戦した。1999から2000シーズンと2000から01シーズンは、パレルモ、カルチョカターニア、アトレティコカターニアの3クラブが、いずれもセリエ C1 に在籍していた。アトレティコカターニアは2005年に解散したが、現在は、再結成されて、 カブリーグでプレーしている。また、さらに抗議には、シチリアと、第3の都市メッシーナに、本拠地を置く FC メッシーナとパレルも、カルチュカターニアの対戦もデルビーリシチリアである。ありがとうございます。